何ですか。何だと思います。天の神様の気持ちですよね。これが分かったら良くないって話です。日本にはね、いろんな神様いますけど、一番偉い神様は誰かが知らん。天の神様、いろんな神様いる。神社に行ったら、ほら、いろんな神様、山の神様がいて、火の神様がいて、風の神様もいるし、雷様もいる、ね、でも一番偉い神様は誰かが太陽なんだよね。日本の国旗はね、日の丸じゃないですか。あれ、お天道様って日本で一番偉い神様、そうですよね。で、僕らその子供だよって話なんですけど、みんな神様の子供だよって話なんです。そうすると、ね、天の神様の気持ちが聞こえる人と、ね、ちゃんと分かれる人と、ちゃんとお父さんお母さんの言うことをちゃんと聞こえてる人と、はい、それがなんかちょっとよく分かんないなっていう人は、どっちが、ね、うまく生きれますかねって話ですね。これ分かるとすげえ便利、めちゃめちゃ便利です。はい、天気が天の神様の気持ちでしょ。天気予報は天の神様からの連絡書ですよ。つまりじゃあね、皆さんこの前ね、僕が好きな季節何ですかと、なぜその季節が好きですか、なんかその季節で一番気になることを挙げてみてって、まあその時書いたのと違ってもいいんですよ。今思いつくことをその隣の人に教えてあげてください。じゃあね、右側から行きましょうか。右側からお隣さん、右側からお隣さん、じゃあ今からねちょっとお願いします。はい、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ。じゃあまずね、お隣さんと季節が違った人、はい、違った人、はい、じゃあね、今度はね、グループ分けちょっとしたいんです。グループ分け、春チームをね、こっちにしようかな。春、夏、秋、冬でチーム分けてください。自分が好きな季節が春だという気持ち。あ、こういう意味か。それが一緒に一緒です。はい、で、今からですね、このグループの中で順番で自分は何についてどうやって調べるか、それを表すのにこういうふうに区別しましょう。いいですか。それを短くまとめてください、30秒ぐらいで、順番にどんどんやっていく。で、それでもね、30秒しか話せなかったから、話し足りないこといっぱいあると思うんですよ。はい、いっぱいあるんだけど、本当はね、こう、一生懸命調べましたから、もっと言いたいことがあると。ここまでやりましたよ。それを、発表できるのは、ね、ちょっと違った人にしよう。うん、これを後半やりたいんですけど、はい、やるか。しっかりやる。自分だったよ。はい。はい。その人たちは、休んだ後に、今度は、ファンのみんなに残り30秒では言い切れなかった、本当の残りね。ここまで調べたのよ、という話ね。中身ですよ。自分で作った教科書の中身で伝えたいことです。これ全部言ってください。ファンの人ね。で、ファンの人はしっかり聞いてくださいね。で、ファンの人がちゃんと伝わるようにやってくれたはずなんですよ。ね。そうだね。伝わるように作りましょうって。そのつもりで書いたから。伝わるまでやってくださいね。までそしたらですね、その後何するかというと、発表ずっとその選ばれた代表が発表すると思うでしょ。でもここは伝えることが大事なんで、伝えられた側が発表するんですよ。え、わかります。嘘。だってね、伝えたいことが
伝わったことが大事なんですよ。あるんですよ。自分が分かったことも大事ですけど。ね、それを後半やりたいなと思います。その先が詳しい話ね。こんな感じで行きましょう。じゃあ行きますよ。じゃあ皆さん聞いてくださいね。今度自分が聞いたら今度他の人に話せるように一緒にも聞いてください。今前にいる人は自分だと思ってください。前にいる人はちょっと緊張してますよ。でも次10分後には自分ですから、ね。しっかり聞いてあげてください。はい、じゃあ行きましょう。いや本当ね、他の教科書もね、すげえ力作ばっかりで本当びっくりしました。僕はレベル高いなと思ったよね。小学生のレベルじゃないですからね、そんなのね。教科書で分かんないことを自分で調べたらすごいことなんですよ。はい、ちょっと時間来ましたけど、まあ、最後にね、ちょっと一言だけ言いますよ。手法1個やるだけでこれが身につくんですよね。だから俺面白いと思うんですよ。だから表現する力すごいよなと思うんですよね。どうやったっていいんですけど、表現したくなるものがあると思うんですよね。そういうことが、不思議なことが起こってるから表現したくなるんですよ。予測したくなりません？あいつこの後どうなるかな、ね、いろんなこと、次のことの展開を読みたくなると、人と関わり合うときにすごいうまくいくようになるんですね。あれ、あいつ次怖いんじゃないかな。そういう頭の使い方してる人は、これだからね、国語ですよ、これ、ね、で予測ですか、これね、算数ですね。これ算数使うんですよ。今日はね、あんまり使ってないんですけど、で、関わり合うんですか、これ道徳とか社会ですよね。これ、正体理科だと思ってると思うんですけど、みんな繋がってるんですよ。っていうことをね、ちょっと僕がね、今日言いたかったことは、理科だと思って楽しんでもいいですけど、理科が好きな人はね、全部の教科、全部繋がってますからね、っていうことが言いたかった。どれを好きになってもいいんですけど、どこでどうつながってるかを見つけてください。はい、ということがね、気象を見ているとつなぎ方が分かるよっていうことが今日僕がね言いたかったです。じゃあこれでおしまいにします。以上、ありがとうございました。はい。